続くよ。参りました、イルマくん、ディズニーチャンネル。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す二人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ、カタクリズム。動きが早い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、25日日曜日夜7時30分。ディズニーチャンネル、今週のおすすめはこれ。希望が見える。まずは特別放送、19日月曜日から4日連続夜11時は初放送のドラマシリーズ秘密結社ベネディクトダウン。必要なの？天才キッズたちが世界征服の陰謀に立ち向かう。24日土曜日朝11時からクリスマスエピソードもあるデニスと俺様、1時間の連続放送。あなたはサンタさんだ。25日日曜日夕方4時からメリーミラキュラスパーティー。信じて。最新エピソードもある4時間の連続放送。マルチチュード。さらに特別エピソード、24日土曜日朝10時からミッキーのクリスマスを救え、日本初放送。行くよ。プレゼントを失ったサンタを助けよう。いい考えだね。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。ニャウニャウ。デニスとニャーニャー殿。ペットの猫ニャーニャー殿。ニャウニャウ。とんでもないいたずらをしたい。ウェー、広い顔筋トレしてでっかくなっちゃったり。怖いよ。一緒にいれば毎日がニャーンでもありの超楽しい。はちゃめちゃ大騒ぎ。そしてなんと全てのキャラクターの声優は花江夏樹さん。声にも注目だよ。地球に向かうのだ。短編アニメーションデニスと俺様、月曜日から木曜日夜9時ディズニーチャンネル。合格おめでとう。私がミスターベネディクトだ。謎の男に選ばれた4人の天才キッズたち。任務を引き受けてもらいたい。嘘をついたのは賢い子供たちが必要だったから。隠された真実を解き明かし、助けなくちゃ。世界を救え。だってさ、名前は秘密結社ベネディクト団は。秘密結社ベネディクト団第1話から8話一挙放送、19日から4日連続夜11時。またまた始まるよ。参りました、イルマくん、ディズニーチャンネル。スカイマと一緒。